皆さんこんにちは、サチです。皆さんはインスタグラムやフェイスブック、SNS でこんな CM 見たことありませんか？はい、こちらなんですけど、めちゃくちゃ出てくるのよ。すごい出てきてて、どうやら日本の会社みたいなんだけど、フェイスブックとかインスタグラムとか見ててもさ、めっちゃ出てくるから、どんなもんなんかなと思ってて、まあ、ポアプライマーみたいなもんだと思うんだよね。毛穴が隠せるみたいな、そんな内容だということで、どうなんだろう。毛穴をカバーし、つるんとマットな肌に整える部分用下地って書いてある。なるほどね。ミネラルエッセンス、ベルベットマットベース、ハーバー。ハーバーライトが朝日に変わる。その時一羽のカモメが飛んだ。ごめんなさいね。というわけでこのハーバー使ってみたいと思います。まず思ってたよりちょっとちっちゃかった。そんなたくさんね使うもんじゃないからだろうね、多分ね。こういうちょっとした毛穴とかそんなところに使うもんだと思うんだけどさ、こんな感じですね。成分的にはこんな感じ。こちらですね。どうなんだろう、私のこの結構デカめな毛穴消してくれるんでしょうか。実際に使ってみよう。あ、結構ね、テクスチャーは固めよ。これ絶対出しすぎてるよね。本当にね、柔らかい紙粘土みたいな感じ。本当に、なんて言うんだろう。物理的にちゃんと埋める感じじゃない？ほう。ああ、なるほど。うわ。あら、これはすごいわ。あ、なるほど、なるほど、なるほどね。すごい。あ、すごい。マジかい。すごいわ、これ。あのね、埋めるだけじゃなくて、ちょっと色味も綺麗な感じ。手触りもね、結構いい。あ、そう。へえ。こういう感じ。これをこう柔らかくこう伸ばすって感じなんですよね。あ、これちょっと、どっちかというと、あの、キャンメイクのスフレ状のさ、下地の方に近い。うわ、すげえ。え、ちょ、待って。これめっちゃいいかもしれへん。え、ちょっと衝撃やな。小じわのあたりもやってみよう。おお。ちょっと待ってよ。毛穴がさ、顔全体にありすぎてさ、結局部分用って言ってるけど、結構な面積顔に塗ってるけど。あら、そうですか。結構ね、鼻の、毛穴とかがね、開いてる人もいると思うけど。なんか、ちょっと、こういうところにも塗ってみる。なかなか、あ、そう、あ、そう。結構、すごい。なんかここが塗ったところ、本当につるっとしてる。すごい。やばいやん。マジか。
ちょっと手のひら、手の甲を全体にちょっと塗ってみるね。こっち塗り広げてみる。わ、すごい。わ、全然違う。ちょっと待って、怖っ。すごいわ、これ。なんかこの指紋みたいなさ、なんかこうキメっていうの、結構粗くあったキメが消えてるけど、えすごいやん。ちょっと待って、めっちゃびっくりした。あ、そう、はい。というわけでちょっとね、これ使ってみたんですけど、今までの私が今まで使ってきてたフォアプライマー系の中では段違いで1位ぐらいの凄さかもしんない、これ。で、サラサラ、本当にベルベットマットスキンって感じ。そう、ちょっとびっくりしちゃったよ。マジか。なるほどね。ちょっと私これは衝撃でした。え、めっちゃええやん。この私さ、今までインスタグラムで気になってきた、その SNS で流れてくる広告で気になったものを使ってみたっていうね、購入して使ってみたシリーズ、検証シリーズ、それで感動を覚えたもの、ダントツ1位ですね、これ。すごいかも。マジか。はい、ちょっとこの上からね、ファンデを塗ってみようか。半分からこっちをリキッド、半分からこっちをパウダーでちょっとつけてみたいと思います。どんな感じになるのか。おー、すごい。よれることなく。ちゃんと埋まってくれてる。なるほどね。こっちをパウダーにしたいと思います。こんな感じ。若干パウダーとの相性はあまりいいくないかもしれない。少しね、ちょっとムラがあるように見えるかもしれないですね。パウダーよりリキッドとかクッションファンデとかの相性が良さそう、こちらは。なるほどね。そうですか。はい、というわけで皆さん、今回私が購入してみたというこちらのハーバーミネラルエッセンスベルベットマットベース、ツルツルマットベースっていうね、こちらのフォアプライマーはめっちゃいいという検証結果でございました。多分今後も使いたいなって思うものになりましたね。嬉しい出会いかもしれないという、なんか買ってよかったなって思いました。というわけで、ぜひぜひね、皆さんもちょっと よかったら試してみて。はい、というわけで今日の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ハーバーライトが朝日に変わる、その時一羽のカモメが飛んだ。